累積損失92億円を抱える農水省所管の政府系ファンドから取締役のポストを提示された財務省が経営責任を負わされることを懸念して拒否していたことが分かりました農林漁業成長産業化支援機構は政府が成長戦略として300億円を出資しましたが累積損失は92億円に膨れ上がっていますこうした中機構から 先月までに取締役としての出向を求められた財務省が損失額や経営計画について責任を取らされることを懸念し要請を断ったことが関係者への取材で分かりました ANN の入手した内部資料では政府系金融の商工中金などもすでに出向をやめています損失の拡大に具体策が打ち出せない状況が続いています